All right. As this is loading up, we're going to welcome back for some more Ryza 2. I definitely plan on increasing the amount of time that I stream this, because at the previous schedule, it'd take me 8 months to finish, and there's just way too many things coming out that I would want to play before. So let me get this out the way and then we can move on to other things. Because I really want to play Saga Frontier when that comes out in the ライsummer. ザのアトリエOh! 2、失われた伝承と秘密の妖精。Way to go, boss! I guess now that Patty's part of our team, they're finally changing up the opening screen. A couple things that I've done since the last. Oh, there was an update. Maximum difficulty. Yes, clear the game at least once in order to unlock. New content, photo mode. New content was added. Weasel, Rose, and Lamrose will become available as story progresses. Couple things I did. Where do I go? First off, I've unlocked a whole lot more recipes, that's for sure. I unlocked the bomb rod, a couple of the attack items. And I've also done synthesizing. As you can see, I've also been using the Puni. I got the duplicator, so that's fun. Can't wait till I get into that. But first off, as always, let's just go through these events in the town. Also did some gathering, upgraded what I can to the in my gathering items as high as I could do it. ライザさんのアトリエほど珍しいものは置いてないと思いますけど。落ち着きなかったかな。こんな大きな部屋って慣れてないから。大きい？小さい方だと思いますけど。Small room? それだと私のアトリエはミニチュアサイズになっちゃうんだけど。お父様。急用が入ったので出かけてくる。こんにちは、ボルカーさん。お邪魔してます。ああ、来ていたのか、ライザさん。ゆっくりしていってくれ。遅くない。はい、いってらっしゃい。もしかしてパティとボルカーさん喧嘩中だった？あ、いえ、いつも通りでしたけど。ライザさんには喧嘩をしているように見えたんですね。まずいこと言っちゃったかな。なんか空気を変える話題にしないと。そうだ、パティってタオに家庭教師をしてもらってるんだよね。貴族でもいい学校に入るには学力が必要なので。いい学校に入るために家庭教師だなんて、
そういうところも貴族らしくてかっこいいな。貴族っていう体裁を保つために無理やりお父様につけられただけです。パティはいい学校に行きたくないの？学校は体裁目的で行くものではないでしょ。勉強なら他の学校でもできるのに。かもしれないけど、せっかく入れるチャンスがあるならそっちに入った方がいいと思う。普通の学校じゃ経験できないようなこともできると思うし、そんな学校とは無縁だった私からしたらとっても羨ましいし憧れるけどな。私はライザさんたちの方が羨ましく思えるわ。私と違って好きなことややりたいことを自由にできるんだもん。ん？やればいいじゃん。ですからそれが許されないのが貴族なんです。でもパティはパティなんだから好きなことできるでしょ。それが許されないんですよ。行きたくない学校を受けさせられるみたいに。だからそういうのがないライザさんたちは私には羨ましく思えるんです。どこに行きますか？よーし。Come on, lady, give me a plot of land. Where are you? Okay, you're down this way. カサンドラさん。何を見てたの？うちの畑をちょっとね。今年の土はかなりいい感じでね、おいしい作物がたくさん育ちそうなんだよ。それじゃあ今年はたくさん育てなくちゃね。それはないない。生活するのに必要な最低限の量は育ててるから、これ以上は育てないよ。せっかく土の状態がいいのに、なんかもったいない気がするけど。人手が足りてるならそうしたかもしれないけど、残念ながらうちはか弱き乙女5人しかいないからね。人手が足りないのに作物増やしたところでいい結果にはならないでしょ。そっか、欲張って管理できないくらい育てようとしてもいいものはできないし、悪ければダメになる。うちのお父さんたちがよく言ってたっけ。そそ、ライザは話がわかるから話しやすくていいわ。人手を増やそうとは考えないの？やっぱり男手とかさ。オートの男どもは農業なんてやりたがらないよ。うちの妹たちだって不満たらったらなのに。それはオートに限らないかも。私もそうで、今は錬金術師やってるし。不良娘。うん、だってね、どこに行くのさ。よーし。Just getting through all of the events. あ、クリフォードさん。Hey, are you gonna join my party now? また来たのか。用事もないのにあまり来るような場所じゃないぞ。
前に会った時ちょっと濁した言い方しちゃったの気になってて。うん、そいつは奇遇だな。俺もライザの仕事のことで聞きたいことがあったんだ。単刀直入に聞くが、ライザ、お前さん錬金術師とかいうやつじゃないか。どうして知ってるの？知識として知っている程度だ。そんな驚かれるようなことじゃない。錬金術師ってのは確かどんなものでも作ってしまうんだろう。空を飛ぶ道具とか、水中を自在に歩ける道具とか、そういう魔法みたいな道具かな。そういうのは作ったことないけど、やり方が分かれば作れるかも。でもこの前の話だけでよく錬金術師だって見抜いたね。俺の仕事は直感が大切なんだ。でなきゃ生きてられないからな。あ、そういえばクリフォードさんの仕事もまだちゃんと聞いてなかったっけ。トレジャーハンターさ。トレジャーハンター?遺跡なんかに入ってそこに残された財宝を探す。ロマンがあるだろう。言われてみれば見た目はそんな感じするね。ロマンについては私はよくわかんないけど。なんだこいつ。あ、ちょっとフィー、驚かせちゃダメだよ。そいつはなんだ、見たことない生き物だ。この子はフィーだよ。何の生き物かは知らない。知らねえのかい。そうか、フィーってのか。お前みたいなやつ初めて見たぜ。なんだお前、言葉わかるのか。なんだよ、ロマンがわかんねえとか言ってたが、しっかりロマンあるやつ連れてんじゃねえか。まあいい、話を戻そう。錬金術師のライザなら聞いたことないか。この王都の近くに水に飲まれた都があるって話。水に飲まれた都？そうだ、大昔からの伝承でな。水底に眠る星の都は、星降る夜に生まれた都。光をたたえた悠久の財宝はその地を語るっていうのがあるんだ。聞いたことないけど。でも悠久の財宝、確かそれって前にタオが手帳に載ってた伝承を読んだ時に聞いた気がする。俺はこの伝承を知った時からずっとその水底に眠る星の都を探しているんだ。そこに眠る悠久の財宝を手に入れるため。本気なのそれ。ああ、それでな、その水底に眠る星の都ってのはこの町の近くにあるみたいなんだ。心当たりないか。ごめんなさい、私よそ者だからこの辺のことをよく知らなくて。そうだったのか。それは失礼した。旅慣れてる感じだったから勘違いしてたぞ。Don't you know she's a country bumpkin? でも、古い言い伝え、水に飲まれた都、もしかしてタオが何か知ってるかも。タオ、私の友達でそういうことにすごく詳しいの。この辺りの伝承とかも調べてるから多分。
一度話を聞いてもらうのもいいかもな。ライザ、そのタオというやつ紹介してもらえないか。うん、いいよ。タオもクリフォードさんの話に興味持ちそうだしね。多分学園区の方にいると思う。案内するからついてきて。Oh, your gut girl! That's your best friend! Oh, goes right into it? して寝不足？ライザか。勉強しなきゃならねえことが多いんだ。十分な睡眠を取れない日があるのも仕方がないことだ。かもしれないけど、遺跡調査してる私たちより疲れてる感じだし。He's all comfortable. 許してあげてよ。せっかく落ち着く場所を見つけたみたいなんだし。やっぱりちょっと頑張りすぎじゃない？俺は常に真剣だからな。遺跡調査なんていう名目で冒険ごっこをするような暇人のお前たちとは違うんだ。ちょ、ごっことか暇人って何よ。私たちだって一生懸命なんだから。どうだかな。お前たちのことだ。どうせ調査の途中で遊んだりサボったりしてるんだろ。ちょっとだけだし。してるのかよ。お前らみたいに無責任でいい加減な人間を見ていると時々羨ましく感じるよ。ほんと言いたい放題なところは相変わらずよね。でもずっと聞いてなかったからなんか懐かしい気持ちになるな。ならいつでも俺のところに来い。いつでも懐かしい気持ちにさせてやる。別に喜んで聞きたいわけじゃないけど。ねえ、どこに行くのさ。 Okay, so I know I need to go here to continue the story. So, よーし。 Let's just knock all this stuff out.Do I need to go see Mom? Romy? Oh, you're going fast. You have no drop. Nice, nice. Oh, what happened here? Oh, Riza, I was doing shopping? Yeah, something like that. Nice, nice.It's always good to contribute to the local economy. Oh, by the way, I'd like to introduce you to my new assistant. You can call her Rook, short for Rook. Nice to meet you. Please call me Rook. Miss Romy told me a lot about you.She says you're a really amazing alchemist. Nice to meet you too. I'm not so sure about the amazing part, but I am an alchemist. It's awesome. Please teach me all about
and when you have some spare time. Huh? Teach you? Anyway, I have some cargo I need to unload, so I gotta get going. Yep, go and make that money. As you can see, she's kind of excitable. Treat her nice, okay? Did you just ask me to teach her alchemy? Oh, never mind that. That's just how she is. Wow, really? Actually, that's how I'm training her to be. So that's our little secret, okay? I become friends when you're... どこに行きますか？よー。Go to the cafe. キリ。はい、確かに。それじゃあ掲示板の方に依頼を貼っておくわね。はい、よろしくお願いします。Meet up with best friends. Or just passing glance.こんにちは、ゼフィーノさん。あら、いらっしゃい、ライザ。今日は食事？それともお仕事かしら？ちょっと掲示板見ておこうかなと思って。わあ、今日もいろいろ貼ってあるね。ライザ？本当にライザなの？Best friends meeting after 3 years. Eh? Eh? 嘘、クラウディアなの？仕事してるけど元気だよ。え、ルベルトさんと一緒じゃないんだ。あれからお父さんのお仕事を手伝うようになったの。今ここの仕事は私が任されてるんだよ。すごいじゃん、大出世だね。ねえライザ、その後ろにいる子は？この子はフィーって言って、説明すると長くなっちゃうけど、私の友達だよ。フィー、この子は私の友達のクラウディア。仲良くするのよ。フィーちゃんか、はじめまして、よろしくね。ところでライザはどうしてオートに？実はタオに誘われてこっちで遺跡探索してるの。え、それってつまり冒険ってこと？そういうことになるかな。危険なことはない？危険がないといえば嘘になるけど、3年前の冒険に比べれば全然平気だよ。そっか。あのね、ライザ。ん？何？やっぱり何でもない。Just say it. Just say you wanna come along. それより、せっかく会えたんだから、ゆっくり話さない？そうしたいんだけど、ごめんなさい。今日はこの後も仕事の予定が詰まってて。
でもライザもしばらくはオートにいるんだよね。うん、そのつもりだよ。それじゃあ今度時間を作って話そうよ。うん、絶対にまた会おうね。これからまたよろしく、クラウディア。クラウディア、大人になったな。私も負けないように頑張らないと。Reunion after reunion. どんな依頼があるかな。これならすぐに。報告できる。これならすぐに報告できそう。これなら。Let's go with you. Yeah, those are easy stuff to come by. これなら。Yeah, easy enough. これなら。Yes. Let's just send one of each. すぐに報告できるね。That'll easy enough. Okay. So. どこに行こうかな。Guess back to the artisan district. あれ？あそこにいるのって。あ、ライザ！ちょうどよかった。紹介したい人がいるの。デニスさん、こちらはライザ。前に話した錬金術師をやっている友達です。ああ、君がクラウディアさんのお友達の。会えて嬉しいよ。よろしくね。はい、ああ、ごめん。まだ名乗っていなかったね。僕はこの職人区で鍛冶屋をしてるデニスっていうんだ。鍛冶屋でもあって、彫金師でもあるんだよ。鍛冶屋さんで彫金師。両方とも金属を扱う仕事だね。ものづくりが大好きでね。特に金属はいろんな形になるから面白いんだ。どう、それはそうと、クラウディアさん、頼んでいた金属のことなんだけど。はい、明日の朝一に工房へお届けします。材料の金属はバレンツ商会から卸してるんだ。うん、バレンツ商会のは品質がいいからね。安心して使うことができるんだ。喜んでいただきありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当に助かってるよ。素材の品質は作品作りにおいて重要な要素だからね。さてと、それじゃ僕は工房へ戻るよ。クラウディアさん、材料をよろしくね。ライザもいつでも工房に遊びに来てくれよ。いろんな金属製品を扱ってるからきっと楽しいと思うよ。うん、絶対に行くね。待ってるよ。それじゃ。それにしてもクラウディアもあんな風にお客さんの依頼を受けてるんだね。もう慣れたから大丈夫よ。それに忙しいけどやりがいもあるし。まあやりがいがあるのはいいんだけど。
ううん、なんでもない。さてと、早く帰って金属を手配しなくちゃ。Just say you want to come with us. Ah, straight into another one. Oh. Kukarisa. I'm so glad you're here. Could I ask you your help? What's the matter? My husband is a miner and he's been reassigned from his normal post to a new mine. But it's in the mountain, terribly far from here, and he won't return for some time. I worried I'll get lonely. Could you make something that will let him finish his work more quickly? I might be able to do something. Let me think about it. Hey, do you know of any way to make mining operations faster? Explosions. Apparently they found a new location to open up a mine. Apparently they'd be able to get digging faster if they had some extra bombs. So that's it. Bombs could definitely help you end faster. Thanks, Claudia. Sure. But mine is... Is Ryza trying to get a job at the mine? Ooh. 4 bombs of quality 50 or over. ねえ、どこに行くのさ。よーし、行くぞ。 Especially since I have that duplicator now. So. 何にしようかな。 Size, bomb.さあ、何を入れよう。何入れようかな。何入れようかな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。And then I can just come here and I just need that. どれにしようかな。じゃあ、こんな感じかな。Then I can come over here to the wonderful duplicator. And I would like これでいいかな。 please. いい感じ。さすが私。And that should give me 4 bombs. どこに行こうかな。 Lovely. Puni, 帰ってきたみたい。 What you brought back to me, Puni? Oh, you brought back a painting. And some glowing coral. Alright. 元に戻っちゃったみ。何をしようかな。 Let's send you back out.Give you some simple things. Give you one of these and let me raise your constitution. I give you one. これでよし。はい、どうこれ。 Alright, have safe on your journey. どこに行きますか? Now. I think that was よし。 here.In the arson district? ライザー、君の武器を見せてもらっても。私の杖を?別にいいけど。うん、やっぱりだ。ライザーたちの武器や防具は
もう一工夫すればもっと良くなると思うよ。もう一工夫？うん。この杖もライザが錬金術で作ったんだろ。だからかわからないけど、武器自体の重さや重心、柄の太さなんかの細かい部分が微妙に合ってない。そんなの全然気にしたこともなかった。強度や切れ味にばっかり気を取られてたのかも。まあそういうのは専門家じゃないとね。それでもしよかったらその調整を僕に任せてみないか。え、いいの？もちろんさ、錬金術で作った武器や防具をいじれる機会なんて普通ないからね。Talk to Dennis to reinforce equipment, armor, accessories. Oh, it's just... Okay. So, that's one thing Ryza's not being able to do again. Which she just uses items to increase the... Where's the door to this place? Door?Door. Why don't you throw me in a building and I don't tell me where the door is? Now, where is that lady of one of the bombs? Here we go. Take these bombs and enjoy them. Let your husband come back home faster.Please tell them to be extremely careful with it. Okay. I have to wonder what it is she's thinking I'm actually doing. We're not going to get requests from the miners, are we? Alright.Let us continue. Looks like my subquests are finished. In a way. Nope, one more subquest. I just want to talk to Tao. Let me continue the story. Told my other classmates studying plants about how I asked you a favor. They all wanted to ask you to gather stuff for them too. I knew that was happening.Hey, welcome. Welcome to the stream. There's so many, it'll be difficult for me to get this much. What is difficult? Hey, it's Addy. Patricia, please make your acquaintance. What am I to Miss Ryza? I wonder. Like, Ryza wants to see you as a friend, but you see her as a rival. Simply are too much.But let's see. I believe I could gather these for you. Are you sure you don't mind? Not at all. You can leave it to me. I'm starting to notice that a lot of the main characters got these tassels just hanging off them.Thank you dearly for Miss Patricia. Let's have a chat on the team next time. See you later.
Thank you, Patty, for coming to our rescue so we can continue the story. Where is... And I'm... Really now. She said she was going to do it and I still need to do it? Patty, you're useless. What do I need? 10? Oh, don't worry, I'll do this for you. Here, you do it. Okay. She took some of it. Thank you for getting it for me. I'm sure to refrain from taking other people's requests. Yeah, this is a bit too much, so that would be great. I want to chat a little after this, but I have this private arrangement I have to go to. I'll excuse myself here. Miss Riza, Miss Patricia, let's have some tea together. Can I go talk to Tao now? I would like to talk to Tao now. Oh, Tao's probably at the cafe. Rather than his usual spot. の話でもしてたの？そう何度も話を聞かされてたまるか。こいつに預かったものを届けに来ただけだ。僕に？お前また図書館に本を頼んでただろう。代わりに受け取っておいたぞ。わあ、届いたんだ。ずっと読みたかったんだよこの本。まったく、いい迷惑だ。同じ島から来てるという理由だけで図書館に行くたびに司書からお前へのお使いを押し付けられるんだぞ。最近遺跡と自分の部屋の往復ばっかりだからね。いつもありがとう、ボス。礼などいらんから二度とこんなことさせるな。しました。うん、二人がこっちで仲良くやれてるみたいだからなんか嬉しくって。どういう意味です？タオさんとボスさんは私が初めて会った時から仲良しですよ。私たちとボスって島にいた頃はギスギスしてたの。だからタオがボスと二人でオートに行くって言い出した時はちょっとだけ心配してたんだよね。想像つかないです。私はそんな二人の姿は見たことないし。でもそれを聞けて安心したよ。心配する必要なかったみたいね。タオ、クリフォードさん、こんなところでどうしたの？この前クリフォードさんから聞いた話について少しね。
もしかしたら僕が調べていた伝承の欠けた一節かもしれない。悠久の財宝って部分もね。うん、それに大昔の話だけど、この近くに星が降ってきたっていう伝承が残されているんだ。そういう現実離れした高等無形な話にはあまり興味がないんだが。そうでもないよ。町を飲み込むほどの大水ということは相当大きな窪地ってことになるよね。星が降ってきた衝撃によるものなら町一つ分の窪地くらいできると思わない？一応辻褄は合う。まさか星の伝承と大水の伝承がつながるなんてな。不思議なこともあるもんだ。僕も最初は驚いたよ。でも2つの伝承を合わせると遺跡の場所についても自然と分かってくるんだ。それが北の森を抜けた先、巨大な湖の広がる場所、その水底に遺跡が眠っていると思うんだ。ありがとな、タオ。これであとは湖の底を調べる方法さえあれば完璧だ。問題はそこなんだけどね。遺跡を見つけたとしてもずっとは潜っていられない。ああ、俺もそう思ってたんだが、ちょっとした可能性を見つけてな。ライズ、お前の力俺に貸してもらえないか。え？私？前に言っただろ、錬金術なら水中を歩ける道具を作れるってよ。作り方が分かれば作れるかもとは言ったけど。ならその作り方を調べる手伝いをする。だから俺にも力を貸してくれないか。このままじゃ俺はお宝にたどり着くことはもちろん、自分の考えが間違っているかどうかすらも確かめられない。そうは言っても私たちも今は他の遺跡の探索とかで忙しいし。なら俺もその遺跡探索に同行させてくれ。 There we go. お前たちと一緒なら俺も錬金術のあれこれでお宝に出会える可能性が高くなるぜ。俺の経験と技術でお前たちの探索を手伝うこともできると思うしな。そうかもしれないけど、もっと別に今返事をしろとは言わねえよ。ただ俺は絶対に役に立つ男だ。さ、前向きに考えといてくれよな。ねえ、どこに行くのさ。どこに行こうかな。よし、行くぞ。No. Okay. どこに行く？ Okay. I think it's one of those things where I have to sleep on it. ちょっとだけ休もう。よし、休んじゃおう。Actually need to let time pass. Hey, Puni. Puni, come!元に戻っちゃったみたい。何をしようかな。これでよし。はい、どうぞ。あれ、
additional support added to story. Artisan work added to story. どこに行きますか? Yep, new subquest. よし、行くぞ!Like this stream session is looking more and more like cutscene stream session. Simple cutscene to show, hey, Dennis gets really focused in his work. So, next, let's go beat the boss. You're such a good friend, Ryza. Everything for your frenemy. どこに行きますか? よし、行くぞ! Judging by all the subquests that we're going through right now, seems more and more that... スチージリしてる女の子の姿が面白いとか、なかなかひどいこと言うわね。違うよ、そうじゃなくって。うちの島とここじゃ育て方が微妙に違ってるんだなって思ったの。空剣島だったっけ？そっちはどんな感じだったの？年中通して日差しに気をつけて育ててたよ。うちの島ちょっと日差しが強くて、あと冬は湖からの風がすごく冷たくて、それも気をつけないといけなかったんだ。こっちも日差しや温度変化に気をつけるのは変わらないけど、聞いた感じこっちよりかなり大変そうね。どうなのかな。私農家は手伝い程度しかやってないから、はっきりとは分かんないんだよね。そっか、ライザは錬金術師なんだよね。けどどうして家の農家じゃなくて錬金術師になることを選んだの？サンドラさんの前で言うのは悪いけど、私あんまり農作業向いてなくって、その反面錬金術師は合ってたみたいで、なろうって決めてからなるまで一瞬だったよ。へえ、夢中になれるものが見つかったんだから、それっていいことじゃない。
まあね、今でもお手伝いはさせられてるけど。錬金術師が失敗しても潰しが効くようにっていう親心なんじゃない？あ、それはひどいな。ごめんごめん、冗談だって。けど農家以外に夢中になれる夢か、なんか羨ましいな。Alright, so as I was saying, it's looking more and more that this morning stream is going to be more all cutscenes and preparation for the room. And then when we come back this afternoon at 1, it will be the actual room exploration. So...And that's what it's looking more and more. Because here it is, we're getting close to the hour mark. And we're still going through preparation and cutscenes. Eight.How? I believe you have the fish oil. Stop it. Equipment. No, here we go. Core items. Yeah. So let me switch that out with that.There we go. こんな感じじゃないかな。モース、差し入れ持ってきたよ。はい、これ飲んで。いや、遠慮する。はあ？なんでよ。いきなり渡されて飲むやつがいるか。そもそもなんだこれは。こんなの店で売ってるの見たことがないぞ。どんな怪しい店で買ってきたんだ。売ってるわけないでしょ、私が作ったんだから。お前のそうよ。なんかすっごい疲れてるみたいだから、ちょっとでも元気になってもらえるようにって。でも愛用のがあるなら無理して飲まなくても。飲んだ。クソマズだな。効く成分マシマシの代償よ。っていうかまさか飲むとは思わなかった。ああ、俺に飲ませるために持ってきたんじゃないのか。あれだけ言いたい放題言われたら誰だってそう思うって。錬金術で作ったと最初から言わなかったお前が悪い。さて、ちょっとどこ行くの。図書館だ。差し入れのおかげで疲れも取れたからな。え、そんな即効性ないんだけど。なら、これは失敗作だ。間違いなく俺には効いてるぞ。また作ってもらえると助かる。じゃあな。I am so in camp Ryza Boss. Boss Ryza. ボス、お腹壊さないといいんだけど。どこに行きますか。よーし。どうしたの、フィー。お客さん。あ、
ごめんください。 Hey, Claudia. あれ、クラウディア、よくここがわかったね。カフェのゼフィーヌさんが教えてくれたの。ちょっと探すの苦労したけどね。こんにちは、フィーちゃん。今日も元気ね。それで今日はどうしたの？もしかして仕事がお休みとか？ううん、ちょっと聞きたいことがあって。ライザ、クリフォードって人のこと知ってる？トレジャーハンターもクリフォードさんのこと？やっぱり知ってるんだ。じゃあ、あの人と一緒に冒険に行くの？まだ考え中だけど。クラウディア、クリフォードさんのこと知ってるの？少し面識がある程度だけど、この前たまたま会って少し話した時にその話をされてね。ちょっと心配になってそれで来ちゃったの。大丈夫だよ、遺跡に詳しいタオも一緒だからね。そうじゃなくて。え？じゃあどういうこと？ Just say you wanna come along. Just say it. それは心配なら、クラウディアも一緒に行ってみない？実際に行ってみれば、そんなに心配するほどじゃないってわかると思うし。それに、前の時みたいに、またクラウディアと一緒に冒険できたら、絶対楽しいと思うんだ。ダメ？ごめんなさい。今、ちょっと問題を抱えてて。それを解決しないことには身動きが取れそうにないの。それってどうなの？実は別の地域で品物の大量納入の依頼を受けたんだけど、その数が桁外れでね。依頼を受けたはいいけれど、全然数が足らないらしいの。え？それまずいじゃん。Okay, what you need, Claudia? それで、ボート方面を担当している私に話が来たの。ボートなら十分材料が手に入るだろうからって。どうにかなりそうなの？正直、まだ全然足りないんだ。対象全体で頭抱えてるよ。想像してたより大変なことになってるね。けど、そういうことなら私の出番じゃない？不足してるものを教えてよ。私がその分用意するからさ。Yeah. ライザが手伝ってくれるなら安心だけど、本当にいいの？友達なんだから遠慮はなしだよ。ありがとう、ライザ。本当に助かる。ここに必要なものが書いてあるから、私も他を回って一つでも多く探してみるよ。わかった。じゃあこっちも準備できたら声かけに行くね。うん、よろしくね、ライザ。All right. What do I need to help Claudia? What do I need to help Claudia?どこに行こうかな。 Tell me what I need to help Claudia. It's gonna be one of those automatic things, isn't it? フィー、迷子になっ、どこに行きますか？よーし。何にしようかな。ちょっとだけ、よし、休んじゃおう。No, that didn't do it. ブニか。元に戻っちゃ。
何をしようかな。Let's feed you some peaches. これでよしっと。Oh, you could go three now. Oh, やめた方がいいかな。これでよしっと。はい、どうぞ。あれ。どこに行こうかな。よし、行くぞ。Where was it? Ah, here we go. You know about that part of my personality? Yeah, the one where you're afraid of men? No. Yeah, I think it was just men.Any quest I could turn in? これなら。すぐに報告できるね。これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告できそう。How many? Just two? There you go. これなら。No, I'm not touching these seeds. At least not yet. I need to dupe those back. これならすぐに報告できそう。Four tone pieces.よし、行くぞ。To the atelier. Can I learn to make my underwater gear now? ライザ、ちょっといいかな。いらっしゃい。どうしたの？ちょっとお願いがあってね。また渓谷で見つけた遺跡に行ってみたいんだ。いいけど、実は。前に行った時にちょっと気になったところがあったんだよね。ただその時は確信がなかったから言わなかったんだけど、どうしても気になっちゃって。ふん、なるほどね。そういうことなら近いうちに行ってみよう。ありがとう。よろしく頼むよ、ライザ。 OK。どこに行こうかな。 Not exactly the... どれがいいかな。 Rune trip I was thinking of, but... たくさん作っちゃおうかな。うまくいくかな。たくさん作っちゃおうかな。やった、できた。たくさん作っちゃおうかな。うんうん、悪くないね。たくさん作っちゃおうかな。
うまくいくかな。たくさん作っちゃおうかな。いい感じ。さすが私。どのくらい作ろうかな。じゃーん。こんな感じかな。どのくらい作ろうかな。うんうん、悪くないね。たくさん作っちゃおうかな。いい感じ。さすが私。どのくらい作ろうかな。たくさん作っちゃおうかな。うんうん、悪くないね。ねえ、どこに行くのさ。ここならの。ここ綺麗だった頃に見てみたかった。てやー、てやー、これおやつによく食べる木の実だ。香ばしくって美味しいんだよね。Where do you want to go? I'll just follow along. 確か前にこんなの撮ってたような。てやっ、なんだ余裕余裕。そこだよっ、はは、連続よ。そこよっ、そこだ、届いて。よっ、はは、ライザー任せた。そこだ、そこ、はは、届いて。当然の結果よ。よいしょ。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。 I would like to fight as many enemies as I can. どんな相手でも油断は禁物です。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。Let's get these monster drops.薬の調合って結構、どんな相手でも油断は禁物です。そこだ、よっ、連続よ。そこ、やっ、そこだ、届いて。はあ、はあ、ライザー、くらえ。そこだ、よっ、当然の結果よ。てやっ、はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ、よっ、はあ、連続よ。そこ、やっ、そこだ、よっ、届いて。はあ、ライザー任せた。これが二頭の連撃だ。そこだ、よっ、そこだ、当然の結果よ。 Oh wait, I should be working on my personal quest. Stun enemies, don't need to do that. Okay, I can't do any personal quest.相手でも油断は禁物です。そこだ、よっ、と、はは、正解、連続よ。そこだ、届いて。よっ、と、はは、ライザー任せた。そこだ、よっ、と、はは、ライザさんお願いします。そこだ、よっ、と、はは、当然の結果よ。Okay, that's how I can do it. So I actually have to go this way to get where Tao wants me to go. そこ
これなら大丈夫。 Pink ones don't run away. そこだ。よっと。はあ。出た。連続よ。そこ。やっ。そこだ。届いた。あ、あ、あ、ライザ。任せた。そこだ。大丈夫。そこだ。はあ。やっ。はあ。走れ。炎よ。そこだ。よっと。はあ。そこ。やっ。はあ。届いた。そこだ。よっと。ライザさん。お願い。そこ、そこ、やっほ。当然の結果よ。てや、なんだ、余裕余裕。そこ、よっと、ははせーの、そこ、やっ、そこ、届いてて、ははせーた、ライザ任せた。楽勝楽勝。さあ早く進もう。え、なんだ、余裕余裕。そこだ。よっと。はあ。出た。連続よ。そこ。やっ。はあ。そこだ。届いて。と。はあ。ライザ。任せた。楽勝楽勝。さあ。早く進もう。はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はあ。出た。連続よ。そこ。やっ。そこだ。よっと。届いた。はあ。はあ。ライザ。任せた。楽勝楽勝。さあ早く進もう。Definitely get some of that. Okay, Mr. Nick. There we go. This will be useful.どんな相手でも油断は禁物です。そこだ。よっと。はあ。出た。連続よ。そこ。やっ。そこだ。届いて。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。てや。なんだ。余裕余裕。そこだ。よっと。はあ。出た。連続よ。そこ。やっ。はあ。そこだ。届いて。当然の結果よ。Oh yeah, I just remembered. Anywhere I could dig? Yes. No. Let's do your event and then I'll dig some holes.気になってる場所ってここだよね。大丈夫。多分何か見つかるはずだ。あった！見てよライザ、大発見だよ。それって文字？何が書いてあるの？ちょっとこの文字は読めないや。あれ、well, that's never stopped you before. でもどこかで見たことがある気がするな。持ち帰って調べてみるよ。 You're a straight up linguist. That's never stopped you before. これ使ってる薬苦いんだよな。 錬金術で味も変えてもらえるかな。よいしょ。これ小さな石とかも混ざってるくらいいいのかしら。This is a rock I can explode. いけー。石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。どこに行きますか？Alright, so...
I'm done there. Yes. Can I get my event? Oh, come on. Do I have to talk to Fee? Alright. So, 何作っちゃおうかな? Anything. Item. So I can unlock this. 何入れよっかな? I need quality. 何をしようか悩んじゃね。 And then I am one shot to get there. お、いい感じかも。 So, can't do that. 何にしようかな?Anything in the skill tree that I could use to give me one extra item slot? That's all rebuilding. I locked from there. Locked there. Locked there. Locked there. Further? No, it doesn't. I just need better quality items. 何作っちゃおうかな? Items would. And then that's gonna give me a cloth that doesn't help. Where is the thing that I want to get? Right there? Oh. 何入れよっかな? This one should be easy to get. 何入れよっかな? すごいのできちゃうかも!
何入れよっかな。Oh, I need fire. I know I could just do that. すごいのできちゃうかも。But I need a quality of 200. Ah. 入れてから考えるのもありかな。Ah. Okay. Quality of 200.何を入れよう。さあ、何を入れよう。Yeah. 何入れよっかな。あ、there we go. Quality of 200. 何入れよっかな。And that gives it to me. あれ、ちょっと変わりそう。Yeah, どれもよくて悩んじゃうな。これでどうだ。どこに入れようかな。I need to get over here. 次はどうしようかな。感じかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。あ、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。 Can I get a quality of 200? With what I have? 何をしようか悩んじゃうな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。 If I do that.何を入れよう。 I won't have enough. さあ、何を入れよう。 Still not enough. どこに行きますか。よーLet's see what's happening around. あれ、ライザ。やあ、いらっしゃい。今日はどうしたんだい。よかった。今日は忙しくなさそうだね。ん？どういう意味だい。前に来た時は全然気づいてくれなくてさ。その時は邪魔したらいけないと思って出直したの。あ、そうだったのか。全く気づかなかったよ。申し訳ない。うん、いいよ。私もそういうことよくあるし。僕もそうだよ。集中すると時間の感覚がなくなったりしない？あるある。朝作業を始めて気づいたら工房の外が真っ暗だったことなんてしょっちゅうさ。僕も本を読んでる時なんかはそんなことの連続だよ。寝る前にちょっとだけと思って始めた作業なのに気づいたら朝だったってこともね。あるある。なんだ、みんなよくあることなのか。ちょっと安心したよ。Once again, Patty's been left out. 多分皆さんだけだと思います。どこに行こうかな。よーし、行くぞ。
up to the farm. Toreta! Sara sara to. Cassandra-san te itsumo hatake ni iru yo ne?そりゃまあ、ここはうちの畑だからね。育ててるもの放っておけないしさ。ほんと、農家のお仕事が好きなんだね。別に好きじゃないけど。え？いやだって朝から晩まで土いじって、夕方になる頃には全身土ぼこりで真っ黒になるし。暑さ寒さ関係ないし、意外と力仕事だし、手なんか荒れ放題でボロッボロになるような仕事だよ。ずーっとやってるけど、好きだなーって思ったことほんと一つもないから。え？でも毎日そんなに真面目に働いてるのに。そりゃまあ農家の娘だからね。畑と農作物を守るのは私の義務だもの。義務である以上は完璧にこなしたいっていうのが私のプライドなのよね。じゃなきゃこんな毎日変わり映えなく毎年同じ作物を育てる日々繰り返せないわ。だから続けてる理由はプライドだけ。ほんとお世辞にも好きとは思えない。もしかしてカサンドラさん、他にやりたいことがあるの？別にないわね。夢とかはないんじゃないかしら。生まれてこの方ずっと真面目に義務をこなすことに全力だったから、これ以外で自分に何ができるのかとか何をしたいのかなんてさっぱりだわ。待ってカサンドラさん、つまり好きでもないのに義務だからって理由でここまでずっと続けてきたってこと？そうだけど、そんな驚くこと？私としてはライザの方がびっくりなんだけど。農家に生まれたのにそれ以外に夢を見つけて、今じゃ全く違う道に進んでるんでしょ？よく見つけられたね。毎日すっごく忙しいのに。手伝い昔からサボって遊んでたからそっか、もう遅いけど私もそれができてれば何かしら見つけられたのかもしれないな。Yeah, カサンドラさん、It's like Ryza's looking and what her future could have been. 今更夢を見つけたいなんて言ったりはしないけど、せめて日々にちょっとした刺激でもあれば少しは楽しくなるんだろうな。僕も鍛えたからこれくらいなら。どこに行きますか？よーし。What is it that I need to trigger for this event? All right. Sure got me a lot of stuff. 元に戻っちゃった。何をしようかな。What shall I feed you this time? Let me give you some luster. これでよしっと。はい、どうぞ。あれ。どれがいいかな。たくさん作っちゃおうかな。じゃーん、こんな感じかな。どこに行きますか？
So I need to make some cloth. 何作っちゃおうかな。That's what the thing is. Yeah, but I have a lot of cloth. Where can I find Claudia? どこに行きますか。よし、行くぞ。 Claudia is probably in the Artisan District. Either the Artisan District.Or the cafe. This way. Hey, what you doing here? Hey, Empa.Nope, nothing of use there. Wasn't there a second one? Here we go. いらっしゃい。なんかか。またどうぞ。Oh, welcome. Welcome. Here we go. Oh.Okay. どこに行こうかな? You're not in here, are you? No, only Dennis in here. 鉄と油の匂いがすごいね。ねえ、どこに行くのさ? よー。 Is she in the cafe?どの依頼にしようかな。すぐに報告できるね。Yeah, go ahead and have that. すぐに報告できるね。これなら。これなら。Let me turn those in. I do not want to get rid of all my zettles. どこに行きますか? Come on, at least tell me on the map. よーし。 Where? よーし、行くぞ。So I can give her maybe I actually have to make it and she will therefore appear. Ah, there she is. Can I give you these cloths?Can I give you these cloths? No, I am going to actually have to make it. No problem. What will I make? I'll play by your game, Claudia. Where will I put You didn't mention anything about quality of cloth, so let us just knock this out. すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。Cloth. できた。で、のんびりしてられないか。早くクラウディアのところに持ってってあげないとね。いや。
now can I give it to Claudia? Yo, Claudia, are you still over here? Yeah. Take these horrible cloths that I just これで大丈夫かな? Take these horrible cloths that これで大丈夫? I just made.喜んでもらえてよかった。それじゃあ、これ材料の代金ね。え、お金なんていいよ。友達なんだし。ううん。気持ちは嬉しいけど、仕事だからお金に関してはきっちりしないとダメなの。そっか。それじゃあ、ありがたくいただきます。あ、そうだ、もう一つ。前にね、面白い本を見つけたんだけど。Yes, now let this give me what I need. これどうしたの? To explore the underwater. 前に偶然見つけたんだけど、錬金術に関係してそうな本だったから買っておいたんだ。え?あ、これ、錬金術のレシピだよ。本当?勘違いじゃなくてよかった。私のためにずっと持っててくれてたんだね。ありがとう。お礼を言うのはこっちだよ。ようやくずっと抱えてた問題が解決したんだから。これで私もちょっとだけ自由に動けそう。自由に。それってつまり一緒に冒険に行ったりもできるってこと?もう少し細かいあれこれが解決したらだけど、その時はまた一緒に。もちろんいつでも大歓迎だよ。冒険絶対に行こうね。 I hope you're still a good healer. Now.Will this alchemy book give me the ability to go underwater? こんなのはどうかな? There we go. Breathing underwater. Learned how to make air drop. 何にしようかな? All right. Air drop.Airdrop. 入れる場所は What we got? We have aquatic movement. Allows you to dive underwater. いろいろやってみたいな。 Okay, so... What does this effect do? Edibles? 何をしようか悩んじゃうな。 Okay, so...I am going to need a lot of honey. どれがいいかな? どのくらい作ろうかな? ポッシュ。 いつかな? なんにしようかな? どこに入れようかな?何を入れよう。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。Just throw that in there. All right. And... Oh. 次はどうしよっかな。Once again, this is another one of those items that doesn't have everything in it. どれにしようかな? I guess I'll go with that. これでどうだ? やった! できた! Eardrop. Ah, it's like a bag of candy.普通の飴玉みたいに見えるけど
としては普通の飴で味もそこそこかな。けどこの飴玉は舐め続けている間ずっと空気が出るらしいよ。つまりこれがあれば水中でずっと息ができる。いかにも錬金術って感じだよね。私があげた本、そんなすごいのが載ってたの？ライザー、邪魔するぜ。You're joining me as well? いらっしゃい、クリフォードさん。どうしたの？まあ、そろそろ遺跡探索に行くのにいい頃合いじゃねえかなと思ってな。おっと、バレンツ商会のクラウディアじゃねえか。先客がいたとは気づかなかったぜ。失礼。どうも。ん？その飴玉見たことないな。ついさっき錬金術で作ったんだよ。エアドロップって言って、それを舐めている間は水中でもずっと息をしてられる道具なの。何？それは本当か？水の中でも呼吸することができるなら、時は来た。これを使ってあの水中の遺跡を探すんだな。これはただ作っただけで、そんなつもりは全く。でもそっか、これがあればタオが言ってた場所を探すことも。よし、決めた。タオたちに声かけて行ってみよう。もちろん俺も行くからな。それじゃあ早速。待って、ライザー。私も連れて行って。ってことはもう、この間のが片付いたから、これからは一緒に冒険できるよ。やったね、クラウディア。また冒険に行けるなんて嬉しいよ。こんにちは、ライザさん。また遺跡へ行くんですか？あ、パティ。 Everybody's just coming out the word ライザのお友達。はじめまして、パトリチア・アーベルハイムです。ライザさんたちと遺跡調査をしています。そうだったんだ。私はクラウディア・バレンツ。よろしくね、パトリチアさん。クリフォード・ディズ、トレジャーハンターだ。よろしくね。よし、それじゃあ出発しよう。Yep. And Claudia has returned. Okay, now what is that square box? You could change fire amount. You can have up to 4 characters and 3 main and 1 support.Think carefully who you want to bring in the fight. Choose your battle party members. Shift skills. Press L1 during battle to use shift skill and change the character you control direct. Okay. Do I shift with the person that's on support? Shift skills can also be used as part.As part of a skill chain, and you can continue. Shift skills can't be used consecutively, so you'll need to pick the right time to use them. All right.So,
everybody just playing the field. So, formation. I would like to have them in the party. Keep Tao on reserve. Looks like there's a diamond on everybody now as well, on the bottom left. Let's give everybody some sort of healing item. Give her the harmonica and the res, like always. Just assuming she is still a healer. That's with exclamation mark. I think that's the one that I bought in the store. So, let us save. Off to the outskirts. Let's go find this dungeon. To the north. Already it's not where I thought it was. Thought it was going to be closer to the... to the valley. Because there's that lake over there. So where was there a lake over on this side? What's going on? Rookie? Sadly, I only have one food. What are you counting as that food? Probably like donut. Do this. Like, all of these seem to be food to me. Nope, that's only three. Oh well. I will just have to remember she is there. Let's go to this way. 今日はどんなことが起こるかな? Now, where was... 冒険は毎日がドキドキだよ。 I didn't go north. So it's further north. Alright, off to unknown territory. 街の外にはほとんど出なかったから、新鮮な気持ちになるわ。This is... Oh! That is a big lake. これがその湖? そうだな。
湖の底に街が沈んでるなんて。一見しただけじゃ全くわからないね。ここからじゃ湖の底も見えないし。湖があったのは知ってましたが、街が沈むほどの深さとは思っていませんでした。とっても綺麗な湖なのに、そう考えるとちょっとだけ怖く感じるかも。まあ俺はここだと思ってるが、俺の考えが間違っている可能性も十分あり得るからな。何にせよ潜って調べてみるまでは謎のままってことだな。Airdrop will allow you to dive underwater by pressing square. Underwater, you will be able to uncover sunken treasure chests and gathering points unavailable on land. There might be hidden areas that you could only access through submerged paths. Explore the waters to find all kinds of things to do. All right.Nothing to note in there. I didn't equip it. I did not equip the ability.No wonder I couldn't do it. You know what? Since I'm here anyway, let me grab this.No. I think it was this she was reacting to. So, let me grab that. Yeah, it is that. どのくらい作ろうかな? Let's just make 5 of them.They're all cowboy-like, and they give you bullets.